この位置から突き終わるこの位置の肩のこれだけを移動しますよね少しね手の位置から手の動きにしたら肩なんてほんのちょっとしか動かないけれどもこの肩のスピードが速くないと突きが速くないだからこれを速くするただし手が止まったまま肩だけ速くしたらうねってしまうので肩速くした瞬間に手がもう出てくるこのまま出てくるその時に 一番最初に言いました。肩肘は上がらない肩肘は落ちてるもう一つ大事なのはバランスです。背中のバランス大体つこうと思うと肩が上がるもう一つはつこうと思うと受けてる方が引いてしまうじゃなくて同じバランスでつく引いてもだめです か片一歩上がって片一歩下がってもだめ同じバランスこうしておいたとしたら大体ほとんどの人が見えるかなついた瞬間にこの手が離れてしまうこっちをついた方を入れようとして受けてる方を引こうとしてしまうじゃなくて両方同じバランスなので構えた状態からついてもここになくちゃそうこれが動かない 何もしようと考えないと引いてしまうだからここに居続けるために少しイメージとしたら前に行くような感覚でついてあげるはいそうですねそれが左右ね3回あるんだけれども3回目だけはっきりと技がこうやって止まりますあとの1回目2回目はなるべくなら五十流の選手ならパーンってスナップをかけてほしいパチン パパチチンンではなくてパチンって引いてっいいほしさっきちょっと途中で話したけれども突き切る前というかね関節原因的に話したんだけど突きがちゃんと決まる前に引こうとしてしまって本当ならここまで突いて引きたいなんだけれども早く引こう引こうと思うとこの辺で引いちゃうなのでち,ちゃんと突くここまで突く で今、最近ね、まあ、先生も試合で最後の方とか引退するときとかは、えー、型の試合しか出なかったんだけれどもまた今コーチも型のコーチをやってるので,であの人は組手の先生この人は型の先生またはこの選手は組手の選手この人は型の選手って言われがちなんだけれども、まあ、皆さん空手の選手なので、ね、空手の選手なので型を得意それはいいと思う。ね、なんだけれども え肩だけっていうのは多分ないと思うんだよねちっちゃい時からっていうのはねなので何が言いたいかというと組手の逆突きするでしょこうやっての場合によってはあるかもしれないけれども基本的には体でポーンとこう体で入り引き手勝手に取るじゃない引いてくるこの感覚をこの感覚がこうなればいいの。 なのであんまり肩ばっかりやってるとこのスナップっていうかね技の出すスピードだとかもそうだし今の連続のでついたものを引くっていうのもうまくできなくなってしまうちょっと正確に軽くやりましょうただしゆっくりじゃなくてスピード感を意識してやってみてくださいはい引いてはいはい一歩出ます、はい ぶつからないようにはい22そうそう,そうはい一歩出てラスト突き止めしましょう3はいで最初のスピードは大事なんだけど最後のこの瞬間もなくちゃいけない、ね、で肘あんまり使うと今度痛くなってくるので 背後の握りと一致がこ,これが入るようにするそうそうそうで握りが緩いとだめですよしっかり握るただし最近多いんだけれどもこういう人多くない、うん、ああの横広げなくていいよあの両方の人に見えるようにこうやっているだけだからねで、えー、っとちょっと試しに あとこういう人多いの分かるこう人差し指とかが折れない人でもちろん、ね、関節が硬いっていう場合もあるかもしれないんだけどちょっと試しでねまっすぐにするでしょで手首を少し下げて拳握って、まあ、握りづらいよね握りづらいよねで 直して手首を少し上に向きにして握ってじゃ結構握れるよねで握りが甘い人に限,限ってというか握りが甘い人に多いのは手首が落ちてる人が多いそうすると人の構造上握りづらいもちろんこれで叩いたら多分怪我しちゃうしで 手首上げたら握りやすいんだけどもこうやって打ったらここに当たってしまうのでまっすぐ。